い、それでは好きになった人をおかけします。おかけします。よー、次は好きになった人をおかけしようと思うんですけれども、踊りの説明を矢倉の上の先生からお願いできますでしょうか。はい、じゃあとりあえずですね、まず二重の円を作ってください。で、二重じゃ止まらない場合は四重の円になってください。今、エアで、はい、で、向かい合わせになります。一重の輪と二重目の輪が、向かい合わせになります。どんどん、左隣に変わっていくという形になります。
います。内側の円の方々が半時計回りで、外側の円の方が時計回りというような形でいきます。じゃあ一回踊りの説明します。最初手拍子をします。はい、ちょちょんがちょんからいきます。せーの、ちょちょんがちょん。そしたら右足を左足の前に出して山開きします。開いてちょん。で次逆動作で開いてちょん。そしたら左手を、合わせて右足から、はい、右足を2回、右右左左。そしたら手を変えます。右手合わせて入れ替わります。1、2、3、4でもう1回1回転します。ましょう。あ、そうですね、そこで変わります。はい、もう一回やってみましょう。手拍子からいきます。せーの、ちょちょんがちょん。はい、開いてちょん。開いて、左手持って右足から右右左。はい、回ります。1、2、3。はい、で次のパートに変わります。開いてちょん。はい、ちょちょんがちょん。で山開き、開いてちょん。開いて合わせて右足から右右、交差するように左左回ります。1、2、3。で次のパートナーいきます。開いてちょん、それちょちょんちょん。この繰り返しになります。大丈夫そうですか？はい、実際もちょっとゆっくりになりますので、はい、踊ってみましょう。それでは好きになった人お願いします。